間を作る、時間を作るというふうに、もう究極ですね、究極ですね。それこそね、今回参加していただいている浦部さんもね、以前にいられた会社はね、経営の神様と言われる松下幸之助がいた会社の中の、会社に属されてたんですけど、ね、松下幸之助先生がね、まあ、物を作るよりね、何ですか、人を作ると。で、人を作るというのが最終的に、まあ、松下幸之助先生の話なんですけども、まあ、最終的に人も作るんですけども、もっと言うと時間を作る、うん、もっと言うと時間まで作るっていうのがやっぱり経営者の仕事。人も作らなきゃいけない、物も作らなきゃいけない、仕組みも作らなきゃいけないけど、この時間を作るというものにどれだけ意識をこう持っていくのか、まあ、ここがまあこれから、まあ、これからというか今もですけどポイントになります。2番目はですね、ここですね、どうしてもやっぱり時間っていうものを大事にしたい、時間を管理したいんだけど、言ってもなかなかできないと。なんかいい方法ありますかって。これね、答えを言うとないんです。やっぱ癖だからないんです。ってことは癖を直すしかないわけですよね、うん、だってもう何でも後回しにする癖があるわけだから。ってことは癖を直すっていうのもこれ無茶な話なんです。で、そこで癖を直すというよりも、やっぱり習慣、人は習慣で生きていますので、習慣をちょっと見直しましょうということで、習慣をちょっと力を借りましょう。で、どうにか習慣を変えていくことによって時間の管理が上手になる、逆算した時間の使い方ができる。これがですね、まあ一般的に言われている時間の上手な使い方になります。はい、習慣の力を利用するということになります。はい、この習慣の力、さあ皆さんね、どういった習慣があります？朝起きてね、歯磨くのか。僕の場合は朝起きてトイレ行って歯磨いてっていうのが大体もうパターンになってるし、もう仕事が終わったならば、缶ビール飲んで焼酎飲んで寝るっていうね、大体パターンが決まっています。だからこれ生活習慣病もそうですよね。もう毎日僕飲みますんで、もう習慣になってるんで、多分なんか尿酸値が高くなったりとか、まだ言われてませんけど、いつか言われるんだろうなと思いながら、やっぱ習慣なんですよね、うん、だから結局人は習慣でしか生きていないので、この習慣を皆さん方が見直すしかないんです。じゃあ、どんな風に習慣を見直すかって話なんですけど、まあ、そもそもの話でいくと、これちょっとまた話が元に戻るんですけど、もともと我々この企業農業するときに、こうつつがなくものをサービスを提供したり、つつがなくお金が入ってくる仕組みを作るのが事業でしたよね、うん、仕組みを作るの。農産物を作るのは農家なんだけど、事業起業をするにはつつがなく物がサービスができて、つつがなくお金が入る仕組みっていうのが、まあ、事業起業の基本になるでしょ。で、社長さんの時間の使い方で、これ3つあったの皆さん覚えてますかね。機械追求の時間、現状維持の時間、問題解決の時間って。で、社長さんっていうのは本当この機械追求っていうふうに、そうね、これからどんなふうにうちの会社やっていこうかなっていうふうな、前向きな機械追求、チャンスを追求する時間にやんなきゃいけないんだけど、大概の社長さんっていうのはもう今目の前で、うわー雨降ってきた、急いでビニールシートかけろとか、うわー換水チューブ破れましたとか、従業員が怪我しましたとか、なんか知らないけどトラブルだらけなんです。うん、ね、トラクター乗ろうと思ったらエンジンかかりませんでしたとか、まあ、とにかく毎日毎日何かしら現状維持と問題解決に時間を費やしているのが意外と多い。本当は普通に時間が流れ、自分の時間っていうのは、そうだな、これから山下農園をどんなふうに展開させようかなっていうように、この機械追求の時間にやらなきゃいけない。そのためにはやっぱりこの機械追求の時間を作る、時間を作るというふうに、もう究極ですね、究極ですね。それこそね、今回参加していただいている浦部さんもね、以前にいられた会社はね、経営の神様と言われる松下幸之助がいた会社の中の、会社に属されてたんですけど、ね、松下幸之助先生がね、まあ、物を作るよりね、何ですか、人を作ると。で、人を作るというのが最終的に、まあ、松下幸之助先生の話なんですけども、まあ、最終的に人も作るんですけども、もっと言うと時間を作る、うん、もっと言うと時間まで作るっていうのがやっぱり経営者の仕事。人も作らなきゃいけない、物も作らなきゃいけない、仕組みも作らなきゃいけないけど、この時間を作るというものにどれだけ意識をこう持っていくのか、まあ、ここがまあこれから、まあ、これからというか今もですけどポイントになります。で、そこでじゃあ習慣の力を利用するということで、まあ、皆さんご存知だと思いますけども、まあ、こういった本ご存知でしょうか。7つの習慣、
ですね。この、スティーブン・ R ・コビーというのが、まあ、もう大ベストセラーであって、この7つの習慣で、自分の、大事な時間を活用しようという、もう時間の管理はもう、R ・コビーに聞けというぐらい、この、習慣の力っていうものは、まあ、大事だと言われています。でこれなんで今回わざわざ改めてここに紹介するかというと、実は私の娘ですね、今年の春大学卒業して、おかげさまで あるベンチャー企業に入ったんですね。でもうみんな大企業に入るのにもかかわらず、まあ、うちの娘は、まあ、私の子だからさすがにちょっと変わってて、もう大企業なんて目もくれず、まだスタートアップの5年目ぐらいのベンチャー企業にですね入ったんですよ。スタートアップ企業にですね。でそのスタートアップ企業に入った彼女にですね、会社どうだって言ったら、いやなんかね、会社に入ったらね、楽しそうよって、でも社長からとにかく7つの習慣だけは身につけなさいって言われてるっていうふうに娘が言うんです。だからスタートアップ企業の社長さん、いわゆるベンチャー企業の社長さんが、まだ22歳ぐらいの娘とかの、社員にね、とにかく7つの習慣を徹底して教育してるって話を聞いた時に、さすがやねーと思って、うん、でもう入社した次の日に、ねえねえお父さん7つの習慣って知ってるって言われて、いやいや知ってるけど、え何って言ったら、いや会社でとにかく7つの習慣を身につけなさいって言われてるんだって言って、今慌てて今勉強してるんですよね、彼女はね、うん、だって今まで大学生で勉強してた話から社会に出たらいきなり7つの習慣を社長からお前勉強しろよって言われる、このギャップね、うん、でも農業者でこの7つの習慣をもし、マスターすることができたとするならば、まあ、そりゃ日本一でしょうって僕は思います、はい、じゃあちなみにですけど、この7つの習慣ちょっとね、みんなで振り返っていきましょう。あちなみに、ラインナップ一通り先に行きますね。ラインナップ行くと、7つの習慣ってどういうことかっていうと、1つ目の習慣、主体性である、主体的である、2つ目の習慣、終わりを思い描くことから始める、第3の習慣、最優先事項を優先する、最優先事項を優先する、第4の習慣、ウィンウィンを考える、第5の習慣、まず理解に徹し、そして理解される、さあそして第6の習慣、シナジーを作り出す、そして第7の習慣、刃を解くって、ね、まあ、ここだけ見たって、まあ何のことやらって思われると思うんで、ちょっとだけちょっと私の方で解説しますね。まず1つ目、主体的である。ちょっとこれ文章を読みます。主体的であるとは、自分の人生の責任を引き受けるということです。例えばビジネスでも予想していなかったハプニングが起こったとします。自分にどのようなこと、どのような感情が湧いたり、どのような行動を選択するかは、ハプニングという外部の出来事によって決まると考えていませんか。ハプニングに遭遇して不機嫌になるか、冷静に対処するかは自分が選択できるんです。人生は自分自身の選択と行動の結果です。あー、なるほどね。要は最終的に自分で決めてるんでしょっていうふうなことです。だから主体的、あくまで自分で決めてるんだよ、うん、自分がコントロールできる事柄に集中し、自発的に行動することで自分の人生を内面から変えていくことができますよ。これ読んだ時に、まさしく農業はこれだなと思ったんです。やっぱり外的要因って多いんですよね。やっぱり天気だったり、相場だったり、外的要因があるんだけど、結局のところ外的要因に振り回されたところでもうどうしようもないんですよね。今例えば野菜の相場もガタガタに安いんですよ。山下さんもう野菜の相場が安くて困ってるんですよって、おし分かった、俺が念の力で今から市場の相場を高くしてあげようなんてことが俺にできたら任せときなさいって、俺が値段上がれとかやればハンドパワーでできるんだけど、そんな力ないしどうしようもないわけですよ、うん、だからじゃあ今あなたにできることは何なのっていうのが主体的であるってことなんです。はい、いかがでしたでしょうか。脳は耕されましたか。もっと脳を耕したい、そしてもっと農業で成功したいという方は、こちら農ビジセミナーメール講座を毎週お届けしています。詳しくは農ビジで検索してください。それではまた。